宮古島の古着屋巡りをしてきました。今回チャリで、東京からチャリ飛行機に乗せて持ってきて、宮古島ちょっと観光してきました。無料で通れる橋の中では日本最長のこの伊良部大橋をですねちょっとチャリで渡ってきたんですけど、風めちゃくちゃ強すぎて寒いし結構きつかったです。まあでも自転車でこういう離島を巡れるっていうのはなかなか、これをこれでレンタカーとかにはない面白さがあるんで、まあ結構面白かったですね。で来て知ったんですけど、結構宮古島って音楽盛んな場所なんですね。グッドラックってライブハウスでライブを見させてもらったりとか、他にもロックバーとかにも行って結構面白かったです。で古着屋はですね、宮古島に数軒あって、他の、離島には伊良部島などの離島には古着屋はないです。まず老舗のカムラットさんですね、繁華街のすぐ近くにあります。主にアメリカ古着で、90年代から現行のあたりの古着が多くて、メンズユニセックスがメインですね。セール時かなりお得な古着も見つかります。結構古い T シャツとかが1000円とかで売ってて、これすげえなっていうぐらい安いのも中にはありました。で近くにあるトランプさんが、宮古島で、最もヴィンテージとかレギュラーヴィンテージが揃うお店かなと思います。繁華街の近くですね。ここも観光ついでに全然立ち寄れる場所にあると思います。一部セレクトで、古着は80年代前後のアメリカ古着がメインですね。ユーロのミリタリーとかも一部扱ってました。主にメンズです。レギュラーヴィンテージも扱ってる高品質な古着屋さんで、古着屋さんが少ない宮古島にとってはすごく良いヴィンテージに出会える古着屋さんかなと思います。ポプラ、この黄色い建物が目印で、島の人はなんかみんなああそこねっていう感じらしいんですけど、よく看板も見かける総合リサイクルショップです。一応なんか文房具屋というふうに書いてあるんで、文房具がメインらしいんですけど、リサイクル品の売り場の方が広いですね。でももうとにかく何でも売ってます。めちゃくちゃ在庫も多くって、なんかもう謎商品もいっぱいあるんですよね。私そういうの見るのすごい好きなんで、今んとこ宮古島で一番ワクワクしたのがここっていう感じなんですけど、古着は主に、まあ、現行のリサイクル品とかが多いですね。個人的に良かったのがメンズの古いスーツセットアップとかがかなり大量にあって、上下で500円とかなんですよね。で中には今でも着れるようなデザインのものなんかもあったりとかするし、リメイク、まあ、肩パッド自分で取ってとか、そういうレぐらいができるんだったら全然着こなせできるなっていうようなセットアップなんかもあったんで、結構そこが見どころだったかなと思います。なんか最近そういう90年代とか日本のセットアップも結構いい値段で取引されてるのを見ているし、やっぱねかっこいいのはかっこいいので、まあ、そういうのが500円とかで手に入るのはやべえなと思って、結構1個タキシード迷ったんですけど、ちょっとサイズが合わなくて買わなかったです。地下にも売り場があって、レディースとか、あとキッズの古着、リサイクル品が結構あります。あとまあ家具とかかなり多かったですね。トップピックさんはですね、2020年にオープンした結構新しい古着屋さんです。元民家なんで、この黒い普通に家の玄関みたいなのを入って入ります。で東京から移住してきたオーナーさんがやっているお店で、この元和室とかをご自身で改装されたそうで、雰囲気はすごいかっこいいお店ですね。でメンズレディース両方あって、一部雑貨等のセレクトもありつつ、アメリカの古着だいたいそうですね90年代前後のものとかがメインで、一部レギュラーヴィンテージなんかもあったりとか、あとバッグとか雑貨とかも結構揃ってる面白い古着屋さんでした。奥はカフェになってますね。気さくなオーナーさんなので、結構宮古島のこととか古着のこととかいろいろと教えていただいて、すごい面白い時間でした。あとここも結構も面白かったですけど、宮古島市クリーンセンタープラザ島っていう、まあその役所がやっているゴミ処理の施設とかで、ちょっと郊外なんですけど、まあ車あったらすぐですね。でここですね、なんか無料でリサイクル品を提供している場所になっていて、不要品をですね無料で回収して、使えるものを希望者に無料で配布しているっていうような
お店というかまあ施設ですね。で子供服とか、お皿とか日用品とか雑貨とかもかなりたくさんあって、結構服もありました。主に婦人服とかレディースが多いんですけど、普通にユニクロとかギャップとか中にはあったりしたので、悪くないなというふうに思います。結構いい服ありましたね。でメンズはそんな多くなかったんですけど、古いなんか柄がかっこいいネクタイとか、まあそういうもあとジャージ類とかも、私はなんかそういう結構もうなんかパジャマみたいなジャージがもう普通に服として好きなんで、なんかそういうのはあちょっといいなって思ったり、 あと古いスラックスとか結構良かったですね。2タックの古いやつとかっていうのもなかなか最近値段が上がってきているんで、そういうのなんかもサイズがあったらすごいいいなっていうふうに思います。あと忘れ物コーナーに魚さんと便所サンダルがあって、あなんか島らしいなと思いました。で近くにハッピーというリサイクルショップがありました。婦人服のリサイクルショップですね。500円ぐらいで服が売っててかなり安いです。でかつこの辺のなんかこうアクセサリー類とか私結構掘るのが好きなので、あの古いこうレトロなアクセサリーとかが個人的には見応えありました。あと生活館という総合リサイクルショップですね。まあ、家電とかが主にメインなんですけど、まあ、島らしいこう釣り具とかもありましたが、古着はそんなに多くはなく、まあ、バッグとか一部少しあったかなというような感じです。で、もうこれで宮古島の古着屋の紹介、全部になっちゃうんですけど、全部で6店舗ぐらいですかね。きちっとした古着屋さんとしては、3店舗ぐらいしかなかったんですけど、島の規模からすると結構多いなと思って、でこう音楽好きの方とかが多いので、なんか結構あったかい南の島ですけど革ジャン売れたりとかがあるっていう風に聞いたので、あちょっと宮古島暑いなっていう風に思いました。結構リサイクルショップとかも含めて、観光ついでに回れる場所にあるので、ぜひ立ち寄ってみていただけると面白いかなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。